佐賀競馬パッカル情報局第八回四月二十九日日曜日レース展望。こんにちは、進行の角本志保です。佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局皆さん今回もどうぞよろしくお願いいたします。えー、さて今回の展望レースですがこちらです。 4月29日日曜日注目レースは第11レース乙女座特選 c に 2, 2組そしてメインレース第12レース菊池川特別 A1A2 ですそれでは解説始まります今回の解説通信社の今村さんです今村さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします えそれではですね4月29日日曜日佐賀競馬注目レース第11レース乙女座特選 c に 2, 2組出走メンバーです距離ダート9 0 0ル午後5時30分発走サラブレット系4歳以上10頭立てになっていますでは今村さんの注目馬教えてくださいはい まずは5番の BB リフレクトですね、まあ、佐賀に来て 3, 勝、まあ、3連勝という勢いもありますしまだまだ伸びしろある内容ですからね、まあ、900っていう距離もこなせる力を持ってますので、まあ、ここも中心になると思います。まあ、それから10番の奇襲サラリー まあ外枠の分、ね前で競馬できそうな感じなんでねえ前残りっていうのを狙いたいところですね。それから7番のスパーディクスまあこの馬も前で競馬できるところを狙ってちょっと穴っぽいところなんですけどもねえまあ頑張ってほしい馬ですね。それから4番のスターダストライトまあ先行力がありますんでねまあ900でえ変わり身っていうのを期待したいところですね。以上頭注目したい 馬ですね。はい、ありがとうございます。えー、続きまして4月29日日曜日佐賀競馬メインレース第12レース菊池川特別菊池川特別 A1A2 の出走メンバーです。距離ダート1750メートル午後6時5分発走サラブレッド系3歳以上9頭立てになっています。えー、では今村さんえー、こちらも注目馬教えてください。はい。 えまずは9番の京和ザーですね、まあ、今回も外枠でね、えー、ま競馬しやすいと思います、まあ、それから3番の鉱山ゴールド、まあ、休み明けですけども、だいぶ調子に戻ってきている感じですからね、まあ、中間調教もいい感じの内容でしたから、まあ、十分巻き返せる。 やれるととととこころろじゃなないいいかなというところだと思いますそれから4番のダン弾ーザ・リールですね、まあ、この馬も、ね、休み明け1回叩いて、まあ、さらに上向きの感じありますんでね、全、え、身、ーまあ、あって不思議はないと思います。まあ、それから1番の定型ネクサス、まあ、若干、ね、メンバー揃った感じなんですけども、はい、調子自体は、ね、良さそうですから、えーまあ、流れ込みっていうのを警戒したいと頭ですね、まあ、以上4頭、注目したいところですね。はいいかりりまました今村さんありがとうございます えー、ではここでですね、佐賀競馬からのお知らせです。しょこちらですね。えー、4月22日日曜日に佐賀競馬場で実施しました創刊70周年記念デイリースポーツ杯第6回佐賀皐月賞サラブレッド系3歳ダート1 8 0 0 m にて、林、えー、の ゲレイロ号が2着に2馬審査で優勝したんですよね、はい、よかったですね <laughs> ねよかったですね安城の船橋競馬から武者修行中の岡村健治騎手は今年の花吹雪賞に引き続き佐賀競馬重賞2勝目となりましたこちらは今村さんの注目馬にも挙げていただいた1着 あげていただいて1頭だったですよね。はい、そうですね。まあ、はい、しっかり期待に応えてくれて、うん、まあよかったですね。すごいじゃないですか。注目馬で <laughs>、ね、まあそうですね。まあ、馬が強いっていうのは分かってたんでですね。<laughs> <ー>うん、あとは機種に任せての、うん、ね。しっかり勝ってくれたっていうところなんですけどね。うん,うんじゃあ、今後の今村さんのこの注目馬にも私たち期待しててもいい？ 頑張ります <laughs> よろしくお願いします <laughs> ありがとうございますそしておめでとうございます、えー、以上佐賀競馬バッカル、えー、バッカル情報局第八回4月29日日曜日レース展望でしたご覧いただきましてありがとうございました佐賀競馬バッカル情報局4月30日月曜日のレース展望はお休みとなりますご了承ください えー、次回の配信ですが5月5日土曜日の展望を5月3日木曜日夕暮れ時に配信しますどうぞ皆さん1週間ほどになりますけれどもお楽しみにお待ちください、えー、それでは来週は木曜日にお会いしましょうさようなら